アルダウニングは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、トレントン出身の元 MLB の投手。左投げ右打ち。ハンク・アーロンに、ベイブ・ルースの記録を破る通算715号本塁打を打たれた投手として知られる。1961年にニューヨーク・ヤンキースと契約し、7月19日のタイ・ワシントン・セネタース戦に、先発し、メジャーデビュー。しかし回 五失点で敗戦投手となった。三年目の1963年に初勝利を挙げ、その年から五年連続で2桁勝利を記録。1963年1964年にはワールドシリーズに出場した。1967年には MLB オールスターゲームに初出場。同年8月11日の対、クリーブランドインディアンス戦の2回裏には、 メジャー史上13人目の三者、連続三級三振を達成した。1968年初めに、速球の投げすぎから肩を故障し、シーズン途中にマイナーリーグ降格も経験した。その後は、かつての勢いのある速球は姿を消し、スローカーブやスクリューボールなど、変化球で勝負するスタイルに変え、オークランドアスレチックス、ミルウォーキーブルワーズと移籍するが活躍できない。 シーズンが続いた。1971年にロサンゼルスドジャースに移籍し、20勝9敗、防御率2.68と復活し、カムバック賞を受賞。サイヤング賞の投票では、ファーガソン・ジェンキンス、トム・シーバーに次ぐ3位だった。1974年4月8日、アトランタ・フルトン・カウンティ・スタジアムで行われた対、アトランタ・ブレーブス戦に先発。4日前の試合で、 ベイブ・ルースに並ぶ通算714号本塁打を打ったブレーブスの4番、ハンク・アーロンと対戦することになった。2回裏の第1打席は、四球で歩かせ、53,775人の大観衆からブーイングを浴びた。ノーアウト1塁で迎えた4回裏の第2打席に、メジャー新記録となる715号本塁打を打たれた。1974年は5勝を挙げ、 ワールドシリーズにも出場したが、1975年は2勝、1976年は1勝に、終わり、1977年7月21日に、ドジャースから解雇され引退した。通算成績405試合当番123勝107敗1639奪三辛亡魚率3.222021年に、アーロンが死去した際には、悲しむとともに、 715号を打たれた時に拍手を送ったこと、翌日にアーロンから、あなたは素晴らしいキャリアの持ち主なのだから715号本塁打を打たれたことを恥ずかしがることはないという言葉を直接伝えられたことを電話での取材に対して述べた。ありがとうございます。